こんにちは、みかげです。今日はこちら写経に来ました。人生初写経、30分前に到着しましたので、御朱印いただこうかと思います。御朱印は本堂の方にあるということで歩いてまいりました。これから御朱印いただいていきたいと思います。無事に御朱印いただいてまいりました。これから写経に行きます。頑張ります。お家に帰ったら後ほど御朱印の紹介をしたいと思います。初の写経終わって帰宅しました。今日はとってもいい天気でお散歩日和でしたね。今日は早めにお寺さんの近くまで行ってお散歩してきたんですけども、このぐらい6キロ歩くことができました。すごくいい天気の中でお散歩できてよかったです。また早起きしてお散歩兼ねてお出かけ行きたいなと思っております。写経なんですけども、ちょっと撮影は良くないなと思いましたんで、お話とあと今日いただいた御朱印とお守りの紹介とさせていただきます。まず写経するところと別にですね、本院というものがありまして、そこで御朱印とお守りをいただいていきました。こちら素敵な緑のお守り、こういうお守りが好きでですね、前はお参り行った御朱印をいただいたお寺とかに行ってはいただいてたんですけども、こちらはお仕事の縁結びのお守りをいただいてまいりました。また来年お返ししていただいてこようと思ってます。あと御朱印ですね、こちら御朱印帳、4月25日に厄除けに行ってきたんですけども、長谷寺で買ったこの素敵な紫陽花の御朱印帳、以前も紹介したことあるんですけれども、こちらが長谷寺でいただいた創立1300年記念の特別な御朱印から始まりまして、普通の御朱印もいただきました。あとこちらが鎌倉の大仏の御朱印、鶴岡八幡宮の御朱印で4月25日へ泊まってたんですけども、本日なんと写経をお願いするにあたってホームページ見たんですけども、素敵な御朱印をいただいてまいりましたんでご紹介したいと思います。こちらコスモスの御朱印と金木犀の御朱印いただいてまいりました。こちら本日行った写経のお寺では毎月このように季節の御朱印をいただけるそうです。素敵な御朱印いただいてまいりました。またいただきに行きたいなと思います。とても華やかで素敵です。あとですね、今日はなんと特別な日ということで御朱印をいただくとこと本院とお参りすると、なんとこんなに綺麗な素敵なお守りいただけるということでお参りしていただいてきました。可愛いです、黄色いの、ありがとうございます。今日は写経と写仏の中の写経を体験してまいりました。初めてやったんですけども、まず炭の懐かしい香り、お水から硯の中で炭を溶いてですね作って書いてまいりました。すごい懐かしかったな。写経の見本から18種類ぐらいあったのかな、選んで心をきれいにするという写経やってまいりました。すごく最初は緊張したんですけども、書き始めたらなんか昔の感覚を思い出してですね、思ったよりもきれいに書くことができました。また筆で字を書きたいなと思いました。本日はですね、お願い事というよりも健康で入れたことに感謝してまいりました。昨日のライブ配信で
感謝を伝えてるっていう方がいたんで、素敵だなと思って、見かけも健康でいれることに感謝してまいりました。筆で字を書くとどのぐらいこの世に残るか皆さんご存知ですか？ペンとかだと数十年で消えてしまうんですけども、筆で書くとなんと1000年も文字が残るそうです。すごいですね、1000年って。素敵な体験ができました。また御影散歩としてご支援をいただく御影散歩も更新していけたらなと思っております。素敵な体験といいお天気の中のお散歩、最高のお休みを過ごせました。皆さんもなんかチャレンジしたいこととか、最近こんなのチャレンジしたよってことがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ今日はこの辺で、また明日。